ハニートーストの食品サンプル。パセラにて、ハニートーストは、トーストの一種で、蜂蜜トースト、ハニトーなどと呼ばれることもある。作り方は概ね次の通りである。蜂蜜の代わりにメープルシロップを使ったり、トッピングを変更したりすることで多彩なバリエーションがある。スライスしていない食パンを6面のうち5面に耳がついたままの状態にする。食パンの中をくり抜き切れ目を入れ。 元のパンの中に戻す。くり抜かずに食パンの途中まで切れ目を入れるだけのこともある。バターを乗せて焼く。食感を増すために回ほど繰り返すこともある。蜂蜜を上からかける。アイスクリームやチョコレートソースなどを添える。1980年代中期以降に全国展開していたマハラジャやキングクイーンなどバブルケーキの高級ディスコの VIP ルームにて、 軽食のハニートーストをより豪華にしたものが出されていたのが始まりとされる。1990年代以降、カラオケ店やファミリーレストランなどのメニューとして定着した。ちなみに呼び方の一つである、ハニトーはカラオケパセラを運営する株式会社ニュートンの登録商標である。2017年にはパセラは派生として蜂蜜や アイスクリームなどの代わりにチーズフォンデュやカレーなどをトッピングしたグルトを発売している。商標出願登録情報検索特許電子図書館。ハニトーで検索した結果を参照。2012年7月21日閲覧。ありがとうございます。